アイテム番号、SCP-30。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-30 はサイト、17の改良された人型生物用収容室に収容されることになっています。SCP-30 に適したスケールのワークスペースと椅子は、SCP-30 の身長に合わせるための小規模な施設改装に含まれます。区画内の照明は、SCP-30 の要求に応じてシンプルなディマースイッチで最大2000ルーメンまで変更されることがあります。SCP-030 を不活発にさせる必要が生じた場合、スタッフは外部のスイッチで照明を消し、さらに必要に応じて遮光カーテンを引いても構いません。不活発状態の SCP-30 の観察のために標準的な暗視装備を使用可能です。90日ごとに、SCP-30 は個人的研究のために材料を要求することが許可されます。要求された新しい材料を届ける前に、以前の材料は収集され破壊されるべきです。すべての材料は研究員と警備員の双方によって評価とスクリーニングがなされるべきです。書面で SCP-030 との対談を希望するスタッフは当局の管理研究者に正式な申請書、ドキュメント、030-RS-B を提出してください。すべての通信書類は保管されます。直に SCP-30 と面談することを希望するスタッフは、希望面談日の最低30日以前に、サイト管理者に正式な申請書、ドキュメント30-RP-A-17-30-A を提出してください。面談内容はすべて記録、保管されます。上級研究員は、SCP-30 を最大1時間の間収容区画から移動させ、サイト、17内の規制されていない材料や事象を観察させることが可能です。いかなる状況においても、SCP-30 をサイト、17外に出してはいけません。希望解放期日の30日以前に、申請書をサイト管理者と警備スタッフに提示しなければなりません。観察のための解放の際にあったイベントはすべて記録、保管されます。SCP-30 には追跡デバイスを装備させ、インベントリコード、030-17-1、サイト17内での位置を常に把握できるようにしてください。説明。SCP-30 の外観は、無毛かつ無性別な、身長71cm、28インチ、体重 12.7 昔の単位形ではミストーン、の灰色の人間に見えます。青い目には交際や瞳孔が認められず、カットされた小さなサファイアに似ています。SCP-30 は中性的な声で、現在どの地域においても使用が確認されていないアクセントで、はっきりとした英語を喋ります。また、それとは別に、古代ギリシャ語、ラテン語、イタリア語、英語、スペイン語、ポルトガル語の読み書きが可能であり、使用可能な言語の2つはこれまで同定されていないものであるにもかかわらず。SCP-30 はそれらは、常識的な知識、であるはずだと主張しています。また、SCP-30 は17世紀の大学と同等の物理学、化学、天文学、数学、園芸学の知識についても披露しました。加えて、これらの分野に関して SCP-30 が披露した知識はそれらの研究の方向性に沿ったものでしたが、私学的な記録は現れませんでした。これらの自然科学の研究に対する、代替的なもしくは完全に未知のアプローチは、SCP-30 との対話における有用性の一つのソースとなります。SCP-030 は 1.5 メートル、5フィートの距離から15ルーメン以上の光を浴びせられることで活発な状態を保ちます。光がない場合、SCP-30 は不活発になり、意識を喪失したように見え、外見的な生命兆候を示さなくなります。不活発な期間がどれほどの長さであろうと、5、10秒間再び光を当てることで SCP-030 は目を覚まし、活発さを取り戻します。SCP-030 は人間の睡眠のような不活発期間を必要としているようには見えず、可能な限り活発状態を維持したいという欲求を示しています。SCP-030 の生体組織解析は未だ不確定なものになっています。イギリスのケント州、サリー州もしくはグレーター、ロンドンの白粘土が構造の大半を占める一方、少量のマンドレイク、マンドラゴラオフィシナルム1、アク、水銀、人間の血液がサンプル採取の度に発見されています。SCP-030 は、体の仕組みを確定させるための審査手術は、自身の存在を終わらせてしまう可能性があると述べています。SCP-30 から取り除いたサンプルは再生せず、現在、SCP-30 の統合性を維持するためにサンプリングは中止されています。
SCP-030 は損傷を受けますが、痛みを感じているようには思われず、いかな部位であれ、解剖や実験によって外観が損なわれた部分の形を単純に整え直します。多くの工具が SCP-030 の表面を変化させるために用いることができるかもしれませんが、注目に値することに、人間の手で直接整えることはできません。SCP-030 は呼吸を行わず、食物を必要とせず、老廃物も生成しません。しかし、稀に風呂を要求することがあります。SCP-030 は自らを、アリエル、と称し、スタッフにも同様に称することを定期的に要求します。SCP-30 が誰によってどのように作られたかに関する質問には、常に、その部分の情報は忘れるよう求められました。大変申し訳ありません。と回答します。SCP-30 は自身の起源や創造者についてのいかなる質問にも毎回同じトーン、同じ抑揚でこの応答を返します。SCP-030 は、年6月12日、ロンドン、モートレイク地区での駐車場建設審査のための考古学調査中に発見されました。それは小さな石棺に入った状態で、路面の下、約 2.7 メートル、9フィート、の深さに埋まっていました。石棺には刻印等はなく、さらなる墓が調査地域で発見されたため、死亡した幼児のものだと推察されました。掘削中に石棺の蓋が砕かれ、SCP-30 が日光にしました。日光に打たれ、数秒間で SCP-30 は不活発状態から中度の活動に移行し、集まっていた建設チームに、こんにちは、と述べました。財団のグレーター、ロンドン偵察部隊のメンバーが数時間で招集され、抵抗なく標本を購入しました。限られた数の目撃者は、記憶処理を施されて釈放されました。ホイ1。文書 030C。SCP-30 のセキュリティログ。年9月14日、追跡システムが SCP-030 にインストールされました。年12月に1日、SCP-30 は追跡システムが故障していると報告。6時間以内に修理完了。SCP-30 は修理を補助することを提案したが、セキュリティ上の目的から拒否されました。年3月13日、SCP-30 は未知言語アルファ、ゼファーの18週間の講習を成し遂げ、5人の研究者がスラスラと使えるようになったと考えられます。編纂された辞書が O5に送信されました。年7月2日、対談治癒、研究者が不注意から太陽光発電技術に関するいくつかの発言を行いました。対談は研究者が本質的な部分を述べる前に終了されました。年8月12日、SCP-30 はマグネシウムの供給を要求し、そのサンプルに添加してできた光で勉強したいとの意向を示しました。要求は研究者によって拒否されました。年11月14日、報告書0301、標準的な鉢植え土壌、生姜、ジンジバーオフィシナル、72g のルチルクオーツのサンプル、23cm の銅線コイルらしきものだけを用いて、SCP-030 は突起すべきレベルの指向性紫外線を放射する物体、デバイスを生成しました。デバイスは没収されました。SCP-30 の直接の介在なくして、現在この効果は再現不可能です。SCP-030 がこの方面の研究を継続することが許可されるべきかどうかを、現在対談を行っている研究者は確定させてください。SCP-030 は、その存在に関する最小限の情報を受け取った後、先日のデバイスの代わりとして、光電効果的な異常を引き起こすことを目指して作業を進めるかもしれないと推測されています。SCP-030 に関する全ての研究は中断され、材料は審査のために排除されました。